皆さんこんばんは。本日はホテルグレイスリー京都三条のレビューをお送りいたします。各シーンへは概要欄からジャンプできますのでご利用ください。早速宿泊料金を見ていきます。今回予約したのは京都魅力再発見プロジェクトを利用した一泊朝食ビュッフェ付きのプランになります。いわゆるブロック割を利用したものになります。金曜日に宿泊して2人で実質2380円で宿泊することができました。それでは外観ロビーを見ていきます。こちらのホテルは2017年に開業をしたホテルになりまして、それまではグルメシティ京極店があった跡地に建てられたホテルになります。南館と北館があってメインは南館です。こういったね、提灯とか浮世絵とか日本絵画をねモチーフとしたデザインになっております。こういったねパネルもございます。インバウンドのね、お客さんも多かったんではないでしょうかね。エントランスを入っていきますと、はい、右手の方にはね各ホテルサイトのね点数も掲げられておりますね。検温器がございます。左手がねフロントになりますね。右手が朝食会場のレストランになっております。今ね向こうに見えてるのは新京極通りですね。こちらはアメニティで追加でね自由にいただくことができます。左手がエレベーターホールですね。エレベーターは2機ございます。空気清浄機もね置いてありますね。奥にはユニバーサルトイレを含めてね3つのトイレがあります。そして電子レンジ、カードをかざすとランドリールームに入ることができます。こちら製氷サービスも利用できます。それでは客室を見ていきます。今回予約したのはツインの部屋になります。アサインされたのは4階の部屋、割とね低めの階だったんですが、カード部屋だったんで嬉しかったですね。カード型のキーでオートロックを解除します。キーをね入れることで電気がつきます。右手にね独立の洗面がございます。そして左手にはこちらも独立型セパレートのトイレ、もちろんボシュレット、乙姫なんかもねついてます。先ほどもね触れましたが綺麗な洗面がございます。下にはね棚がございます。その正面には広めのバスルーム、築浅のねホテルですので、それぞれの装備がね本当に綺麗ですよね。清掃もバッチリです。こちらね使い捨てのスリッパ等もこちらに置かれております。こちらはメインルームですね。ツインですのでベッドが2台、デュベスタイルですね。独立型のエアコン、三菱製ですね。そして鏡があって、で下が棚、ね、電気類コンセント関係もね充実してますね。東芝製のテレビです、ね、そしてこちらに冷蔵庫があって、冷凍機能はございませんが2本ミネラルウォーターがサービスされます。これは嬉しいですよね。そして景色も見ていくこととします。夜だったんで少し見づらいですが、新京極通りと寺町通りの間にあるホテルですので、もう本当にね商店街がね目の前ですね。そしてこちら棚も見ていきます。こちらを開けるとポット類ですね、はい、お茶もこちらに入っておりました。そしてこちらはセキュリティボックスですね、はい、引き出し型ですね。先ほども見ました冷蔵庫はこちらになります。アメニティ類はねこういった歯ブラシとかボディタオルとか入浴剤ですね。そして洗面の下の棚には加湿器が置いてありました。エアコンは先ほども見ました三菱の独立型のねエアコン、その下にはね珍しいナノEを発生する、ボタンもありました。お風呂はねお湯を入れるとこんな形になります。広いですね。それでは
皆さんお待ちかねの朝食を見ていきます。まずこのホテルの一番の売りの朝食、イクラとうなぎ料理がね、今はラインナップされております。会場は南館1階のボンサルーテです。まずはライブキッチンコーナーを見ていきます。こういった形でね、この鉄板でうまきやだし巻き、目玉焼き、パンケーキ、どら焼きなどをいただくことができます。そしてこちらはね、はい、ご飯のお供コーナーですね。ちりめん山椒も嬉しいですね。カレーもございます。そしてお味噌汁ですね。こちらもね、スタッフの方がね、よそっていただくサービスもされておりました。そしてご飯は滋賀県産のご飯です。こちらは雑穀米ですね。こちら薬味うなぎのかば焼き、そしてイクラ、このね、ツートップはもう他のホテルを凌駕するレベルですよね。はい、もちろん食べ放題です。サラダコーナーがあって、こちら洋食ですね。はい、もちろんパリッとウインナー、ベーコンもございます。シューマイがあって、そしてこちら逆側にはパンナコッタ、パンケーキ、フルーツ盛り合わせにヨーグルト、シリアルに新進堂のパンのコーナー、ものすごくレベル高いですね。そして和食コーナーです。こちらはいわゆるおばんざい、今日のおばんざいが並んでおります。朝食にはね、もってこいですよね。はい、滋賀が近いんで赤こんにゃくもありましたね。そしてうざくかな、はい、このサバも大きいですよね。でクリーム煮に鶏肉料理、そしてドリンクも見ていきます。牛乳オレンジジュースにトマトジュースに野菜ジュースになります。そしてコーヒーマシンもございます。こちらはティーパック類が並んでおります。こんな感じのレストランになりますね。こんな感じで第一弾を取ってきました。もちろんうなぎとイクラにうまき、そしていつも私が取ってくるようなね、ラインナップ、どうですかこのレベル。早速いただきます。ベジタブルファーストということで少量ですがサラダからいただきます。そしてこちらはナスとシシトウの煮浸し、出汁がねしっかり効いていて美味しかったです。冬瓜の煮物はあっさりですね。そしてこのお米に関しては、滋賀のお米ってすごく美味しいんですけど、このお米は少し洗い方が足りないのか、ちょっとぬか臭さが残っていたのが少し残念でしたね。はい、そしてこちらは赤こんにゃく、こちらもお隣の滋賀県の名物ですね。美味しかったです。一つ目のメインです、うなぎのかば焼きです。だいたいね、こういうのってタレでね味をごまかしてるものが多いんですが、ほとんどねこれはもう素材の味で勝負してて、とっても柔らかでふんわりしてて美味しかったです。ウインナーはもちろんパリッとタイプです。もうね、まあ、朝食一つ一つのねクオリティレベルが本当に高いです。はい、まあ、ですのでちょっとねお米の炊き方と洗い方が少しね改善されるともっと嬉しいですね。ベーコンも私好きなんですけども美味しいです。そしてこちらはライブキッチンコーナーでいただいた熱々のうまき、これも柔らかくて美味しいですね。何回も言いますけどね、このうなぎね、タレでごまかしてないんですよ、全く。本当にね柔らかくてふっくらしていて臭みもないですね。そして2つ目のメイン、イクラです。どうですか、もう輝いてますね。別盛りでね持ってきたんですけど、結局ね我慢できずにイクラ丼にしてしまいました。もう一番美味しい食べ方ですよね。はい、で結構ねこのイクラとかうなぎのねコーナーのね近くには薬味もしっかり用意してあって、しそとかネギとか錦糸卵とかね、あと柚子胡椒とか山椒とかね、刻み海苔ね、こういうのも嬉しいですよね。イクラには定番の刻み海苔でこんな感じでよそってみました。もうこれだけで1000円、1500円ぐらいしてもね、全然おかしくないレベルですよね。いや、もうこれがね、実は一番私も狙いというか目的だったんですけども、
もう予想通り美味しいですね。若干ね小粒ではあるんですけども、旨味たっぷり。やっぱりイクラはもう美味しいです。こんなこれだけねもう食べ放題ですので、もう贅沢に食べさせていただいております。結構やはりね人気で、イクラはね皆さんたくさん取られるんですけども、スタッフの方もねキビキビ動いておられまして、サーブの方はねものすごく素早くて、他の料理も含めてねしっかりとキレがないようにね配慮されておりました。こちらはクリーム煮ですね。こういったねものも箸休めに嬉しいですよね。こちらうざっくですね。さっぱりしていて美味しいですね。こちらもねうなぎ料理ということで、同じうなぎを使われていると思うんですが、もちろん臭みもなくて美味しいです。まあ、あっという間にねいくら丼の方も食べ終わってしまいます。このねうまきとかねライブビュッフェキッチンコーナーもね結構ね薬味がしっかりとあります。おろしね、大根おろしとかもありましたね。残りのうなぎもしっかりといただきます。本当にね柔らかくてふんわりしてて美味しいうなぎです。こちらバッチリですね。お味噌汁もね、こちらも先ほども言いましたがよそってくださるのでありがたいですね。第2弾こんな感じで取ってきました。またまた熱々のうまきですね。どうですかね、柔らかいのが伝わりますかね。ちょっとアングル変えてみました。こっちの方が見やすいですかね。はい、うなぎもたっぷり入ってますよ。この柔らかさ分かりますよね。はい、いやこのねポン酢が効いたね大根おろしも合うんですよね。さっぱりいただくことができます。そして今回は初めからいくら丼にしてきました。もうどうですか、もうねほんと綺麗ですよね。もう見た目的にもね、で個人的には結構ねやっぱいくらをもっとね比率高めてもいいんですけど、やっぱりご飯との相性がねいくらバッチリだと思うんで、ご飯をたっぷり、そしていくらもたっぷりという形でいくら丼にしてきました。ちょっとね箸だとどうしてもいくらがこぼれちゃうんで、スプーンもね用意されてるので、こちらで食べるのもありかもしれませんね。まあっという間にね2杯目だったんですけども、食べ終わってしまいました。そしてちょっと箸休めにですね、こちらデザートコーナーから取ってきた、パンナコッタと書かれてましたかね。おそらく抹茶とそして小豆あんこがね乗っていて、和風な、ね、感じですね。甘すぎず非常にさっぱりしていて味もバッチリですね。そしてどうですか、今回はうな丼にしましたよ。うなぎのねうな丼のタレも用意されているので、そちらを少しね多めにかけて、もうこれだけでもう1000円1500円のレベルだと思いますよ。本当にね何回も繰り返しになっちゃうんですけど、うなぎがね柔らかいんですよ。はい、もう本当に、まあ、個人の好みかもしれませんが、これは美味しいうなぎですね。そして薬味、しそとね刻み海苔、そして山椒もパラッとね振ってきましたね。そしてですねこちらアレンジが可能になってまして、実はだしも用意されていて、ね、だし茶漬け風にいただくこともできるんですよね。そして薬味もね多めにのせてきて、いやもうこれ本当に高級うなぎ料理店のねもう食べ方ですよね。最初ねうな丼うな重とかでね食べて、その後だしをかけてというところで、本当にこれもさっぱりしていて、もう締めというかね終盤にはぴったりの食べ方だと思います。そして締めのデザートにチョイスをしたのはこのフレンチトーストになります。見ていただいたら分かる通り本当に柔らかくて、ね、ナイフとフォークで食べてますが、ナイフがすっと入るんですよね。メープルシロップとホイップクリームとあんこを添えてみました。本当にねこれもうこの時点でお腹パンパンなんですけど、食べられてしまいましたね。それだけね柔らかくて美味しかったです。正直他にもたくさん美味しそうなねご飯とかデザートがあって、このフレンチトーストって目立つところには置いてなかったんですね。そして食べられてない方もね多かったと思うんですけど、これは隠れた一品だと思いますね。ぜひね行かれた際には皆さん食べていただけたらと思います。はい、柔らかいんですよ本当に。そしてもう
他にもね、もうこの新進堂のパン、もう京都ってパンどころじゃないですか、ね、サーモンが入ってたりとかね、美味しそうなパンがあって、もう他の料理も含めて食べたいものがいっぱいあったんですけど、もうやっぱりね、イクラとうなぎをね中心に食べてたら、もうね全種類をね制覇することはできなかったのが残念です。でもね、それほどね魅力ある朝食だと思いました。最後にねコーヒーを飲みまして、大満足の朝食でございました。それでは総評に参ります。まずこのホテルの一番の特徴は、なんといっても豪華すぎる朝食だと思います。イクラやうなぎはもちろん、それ以外の料理のレベルも非常に高かったですね。一つ一つ丁寧に作られておりますし、素材にもこだわっておられるのかなというような内容でした。またうまきやね、あの卵料理等を作られているライブキッチンコーナーもね、斬新、嬉しいですよね。そして、まあ、こちらのホテル、まあ、コンセプト的によく似ているというと、私も動画上げてますけども、美なりを梅田と通ずるところがあるのかなと思います。料金的にもね、よく似たような価格帯のホテルですが、やはり両者を比較すると、うなぎといくら、この強力なツートップがある分、このホテル、まあ、グレイスリー京都三条に軍配が上がるかなというのが私の感想でございます。またいくら食べ放題という点を見ますと、あとドーミーインというね、あのホテルがあって、そちらはまあ温泉が基本的につくようなホテルですが、いくら食べ放題の朝食が売りのホテルです。まあ、ただそちらのドーミーインは宿泊料金がまあこちらのホテルよりもね、大体まあ 1.5 倍以上はねする、まあ大体1万円からというようなね価格帯ですので、それらを鑑みると、コスパというね意味で言うと、このホテルは群を抜いてるのかなと思います。部屋に関してもやはり築浅のホテルということで綺麗です。ロビー等も含めて設備は綺麗ですので、また立地の方もね、京都の寺町通りと新京極通りの間にあるということで、その他の京都の観光地へのアクセスも抜群ですので、皆さんね、京都、この付近をね観光される際にはぜひね候補に入れるべきホテルかなと思いました。ということで、今回はホテルグレイスリー京都三条のレビューをお送りいたしました。皆さんもよろしければぜひチェックをしてみてください。ご視聴ありがとうございました。